この社会の生贄を必要として、それで何億人という人々がこの理不尽な世界に対してやっと安心して寝れるっていうのはどうしようもないシステムだと思っちゃってるんですけどね。僕はそうでもないと思ってるんですけどね。だって生贄のシステムで言うと、うん、昔の生贄ってのは本当にね、日本とかでも洪水がたくさん起こってるところで、うん、ダムみたいなものを作って水害がなくなりましたと、はい、なのにもかかわらず、まあ、そこで生贄がその川に、うん、そうですね、沈められて誰かが必要だからですね、みんなが安心して日々を。堀江さんも生贄でしょ。まあそうなんですけど、まだマシになってるじゃないですか、はい、別に暗殺されるわけじゃないじゃないですか、はい、堀江さんが刑務所放り込まれたのは生贄だったからと思うんですよ。ああそうですそうです、はい、そうなんですけど、そういうのはない方がいいよね。生贄なくすと今度はそれいじめになりますよ。つまり生贄をどんどん緩くすると、みんなでいじって、そいつがでへへやめてよって言ってギリ我慢できるぐらいのいじりいじめを毎日繰り返して、その対象がどんどん連鎖していってっていうのが、この社会のまあ多分一番平和に近いあり方ですよね。いやその辺のレベルをもうちょっと、なんていうのかな、避けたい。それは教育ですよ。まあまあ